ともえんテニスチャンネルともえんです。 MJ です。はい、今回 MJ が担当します。はい、よろしくお願いします。今回はフラットドライブについて解説していこうと思います。今流行りのドライ、まあ、スピン系のボールですよね。フラットにスピンがかかってるみたいな、うん、威力のあるボールですよね。はい、はい、まあスピンをかけるというのは、まあ、ナチュラルにスピンがかかっていくというようなイメージですかね、うん、厚く捉えてナチュラルにかかっていく、うん、なるほど、はい、で今回は、まあ、大坂なおみ選手モデルの、このドラゴン E ゾーンの方を、ちょっとお借りしましたので、こちらの方を使っていってレッスンをしていきたいと思います。なるほど。絶賛発売中でございます。はあ、はい、これに合わせてきたのね。あ、そうっすね。ちょっと合わせて、なんかいいねでぴったりっすけどね、うん、かっこいいと思います、うん、このラケット、うん、いいっすよね。はい、はいはい、じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。はい、それではフラットドライブについて解説していきたいと思います。でまず一つ目はボールの見え方、見方です。まずフラットドライブっていうのは、まあ、言葉にも入っているようにフラットで、そこから振っていって、ドライブがかかっていっていくショットになっていきますので、まずはボールを厚く捉えていかないと、いけないショットになってきます。でボールを厚く捉えるにはやっぱボールの後ろをしっかり捉えていくんですけど、ここでボールの見え方、ボールの、まあ、ここにちょっと下に置くんですが、この延長に、まあ、打点があるって考えていただいて、ボールの横側もしくは斜め、横側を見るような感じでボールに入っていくと、捉えたいのはボールの後ろなんですよ。でも見てる方向はボールの横になってくるんで、ちょっとイメージとのズレが出てきやすいです。あとは、ボールを、見てる方向は横でも捉えるのは後ろでも飛ばしていくのは前、これもまたちょっとイメージのズレが出てきやすいと思うんで、ですのでボールは横から見るんではなくて、ボールの捉える場所、ボールの後ろ方向を見て捉えていただく、そこを捉えていただく、まあ、ボールの後ろを捉えていただく、そこから打球方向、打っていきたい方向、打っていく方向っていうのは、視野はそっち方向に広がっているようなイメージで、ボールをこう見ていただけるといいかなって思います。ですので横から入って横を見てしまうと、広がってる視野っていうのは横方向になってしまうんで、打ちたい方向があんまり見れてない状態になってしまうんで、これもまたちょっと打球方向っていうのがイメージしづらいかなって思います。さらにフラットドライブなんで、グググッとボールをちょっとこう長く押していきたい、ショットになっていくんですけど、横を見てしまって後ろを捉えると、まあ、押すっていうイメージもちょっとしにくいと思うんで、ボールの後ろをしっかり見ていただいて、ボールの後ろを捉える、で打ちたい方向は広がっています、視界っていうのは広がっています、広がっているからこそその方向にグググッと長く、厚く捉えて、フォロースルーを取ることが、できていくかなって思います。ちょっと実際ボールを打っていきたいと思います。フォアハンドでお願いします。ボールの横を見てしまうと、まあもちろんちょっと打点も近くなってしまいやすくなるんで、こういうイメージですね。よくある手打ち状態になりやすいです。これを入り方、見方を変えてボールの後ろを見てもらう、で後ろからしっかりグーッと打ちたい方向に長く捉えてもらう、捉えるところを見てそこを捉えていく、捉えるところをしっかり見てそこを捉えていくっていう風に、まずはボールの見方っていうのを、いつも横から見ているのであれば後ろをしっかり見る、捉える場所を見るっていうのに変えていただけるといいかなって思います。はい、で続いて2ポイント目です。続いては、ボールの高さからラケットを振り出していくっていう作業をしていきます。
やっぱりフラットドライブ、フラットとついているので、まあ、ある程度まっすぐ厚く当てていかないといけないです。ラケットがボールよりもだいぶ下から出てしまうと、どうしてもスピン系のショットになりやすくなってしまいますので、イメージとしてはボールの高さからラケットを出していく。で、ラケットセットがボールよりも低くセットしてしまってると、結構ボールの高さから、ボールの後ろを捉えるっていうのが、どうしてもちょっとスピンをが強い感じで、捉えていくことが増えてしまうと思うんで、ラケットはボールよりも、まあ、ちょっと高くセット、ラケット1本分もしくは、面1面分ぐらいでも OK です。ちょっとだけ高くセットしていただいて、そこから自然と、スーッとラケットはどん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 下に降りていくと思います。こういうふうにスーッと降りていきます。力リラックスしていれば自然と降りていくと思います。で、その降りてきた途中でラケットの面の部分がボールの高さに来る瞬間が絶対あると思います。その瞬間でラケットを振り出していただく。高くセットしておいて、ボールの高さに降りてきたらスイングしていただけると、いいかなって思います。ちょっと実際打っていきます。それが、まあ、最初から低いとどうしてもちょっとこう振り上げないといけないんで、若干スピン系のショットだったり、まあ、打球っていうのはちょっと上がりやすくなっていってしまいます。ですので、まっすぐ、ボールを打っていくためにも、ちょっと高くセットしてボールの高さに来たら振り出していく。高くセットしてボールの高さに来たら振り出していく。高くセットしてボールの高さに来たら振り出していく。初めからボールの高さでもいいんですけど、初めからボールの高さにセットするとちょっと力みっていうのが入りやすくなるんで、よりリラックスした状態で、力みなく、打っていくためにも、高くセットして降りていく段階でしっかりリラックスしていくように、していただけたらいいかなと思います。この段階でしっかりリラックスされているようにする。リラックスした状態から振り出していくことによって、よりラケットっていうのも加速するし、パワーは生まれていくかなって思います。で、当たる瞬間、振り出す瞬間っていうのは、まあ、自然と力はちょっと入ると思います。ボールとこうバーンと当たるわけですから、それを負けないようにしようって自然と力が入ると思うんで、意識的にギュッて力入れたりとかは特にしなくていいかなって思います。終始、まあ、リラックスしていただいて、高くセット、ボールの高さに来たら、勢いよく振り出していただく。しっかりボールの後ろを捉えるっていうのをやっていただけたらいいかなって思います。はい、それでは3つ目です。3つ目は、まあ、フォロースルーをできるだけ頭の横ぐらいまで持っていきたいです。で、やっぱフラットドライブ、ちょっとこうまっすぐ、厚い当たりでいいボール打ちたいってなると、どうしてもパーンとこういう風に、フィニッシュの位置っていうのが低くなってしまったりとか、ちょっとこねるような感じで手の甲を折り曲げてしまうような、方ってたまに言い張るんですよ。で、まあ、ボールをバシーンと叩いていくわけなんで、まあ、イメージはちょっとビンタするような、イメージになってくるかなって思います。ただビンタって、普通のビンタはパーンって手の甲を折り曲げると思うんですけど、普通のビンタじゃなくて、ウィル・スミスのビンタを思い出していただいたらいいかなって思います。授賞式の時のウィル・スミスのビンタなんですけど、こうつかつかつかっていって、パンじゃなくてさーっていって、ブン、ここで回転してるんですよね。こういう感じでちょっと押し出してるんですよ。それでやっぱり司会者の方もやっぱうわっってびっくりしはったじゃないですか。あんだけニュースになると思うんですよね。ですので、パンじゃなくて、ここで返すんじゃなくて、ぐーっと回旋して押し出していくようなイメージでボールを捉えていただけたらいいかなって。ウィル・スミスの授賞式の、ビンタを見てない方はぜひ、見ていただいて、あ、こういうことねってなると思うんで、実際打っていきたいと思います。ここでパン、こういう終わり方をするんじゃなくて、ちょっとぐっと前に押し出して回旋していく。そしたら自然とラケットのフィニッシュ位置っていうのはぐーっと押し出して回旋していくんで、斜め上にラケットが抜けていくんですよ。
で自然と上方向に、行くと思います、ラケット自体は。ですのでそこで最後顔の横、頭の横あたりでラケットを左手でキャッチしていただけたらいいかなって思います。フィニッシュでここでちょっとこうグッと押し出してフィニッシュでキャッチ、ちょっとラケットのキャッチする位置っていうのは若干高めでフィニッシュしていただけると、フラットドライブのドライブの部分がしっかりかかっていくかなって思うんで、皆さんもちょっとウィル・スミス見てください。高評価、コメントよろしくお願いします。